ナマステヨギさん、今日も一緒にヨガができて光栄です。今日は始める前に、うちで今アマリリスの花が咲いてますんで、ちょっとお見せしますね。今年で5年目です。球根で買って5年間育てているんですが、毎年花が咲きます。で、今年はちょっと不思議で、葉っぱ、普通葉っぱが最初に出て茎が出るんですが、今年は、葉っぱの出ないうちに茎が出て、でいつもよりひょろひょろの花が咲いてます。で、これ調べてみたら、よくあることらしいんで、あまり気にする必要がないそうです。で、少し見えるかどうかわからないんですけど、ここに、葉っぱが出てきていますんで、これからですね。で、これが5年目の花でして、こちらが3年目のアマリリス。今のこの親から、2年育てて2年の時に種を取って、で、こちらを植えたんですが、これがこういうふうに育ちました。で、こちらはまだ、茎が出てないんで、今年は多分花は咲きません。これも調べてみたところ、アマリリスは種を植えてから花が咲くまで3から14年ぐらいかかるそうです。で、これは今3年目ですので、まだまだですね。ちょっと盆栽とかに似てますね。長年かけて気長に育てて、その分、育っていくのが楽しみですね。将来どういうふうに育っていくかを楽しみにしながら育てます。子育てにも似てるかもしれませんね。長年かけて子供を育てて、いずれその子が花を咲かせるという、そういうのにも非常に似ているのではないかと思います。はい、ではヨガに入りましょう。手を合掌にします。目を閉じます。あるいはスクリーンを見ながら一緒に唱えてください。オーム・サハナ・ババトゥ、サハナウブナクトゥ、サハビリアンカラバーバハイ、テジャスヴィナヴァティタマストゥ、マヴィッヴィシャバハイ。オムシャンテシャンテシャンティヒ。背中の後ろで手を合わせて、片方の手で逆の手首をつかんでお辞儀をします。今日のお話はアステーヤ、不盗、つまり盗まないことです。まずはヨーガスートラにアステーヤについてどのように書かれているか読んでみましょう。不盗が堅固に確立すれば、あらゆる宝石が集まる。普通盗むと言いますと、物品的なものを想像してしまいます。例えばバッグとかお金とか、配達されてきた小包みとか、お店の商品ですね。そういうものを考えてしまいますけども、盗むには物品以外の盗み方というのもあります。例えば、時間を盗む。誰かと待ち合わせて、自分は遅れていく理由は何であるにせよ、その人を待たせたということは、その人の時間を奪ったということなんで、それも盗みのうちに入ります。あとは、列に割り込むような人ですね。他人がみんな並んでちゃんと時間を待っているのに、その人が割り込んで他の人をさらに待たせてしまうのも、誰かから時間を奪っていることになります。あとの例として、人の幸せを盗むということもあります。例えば誰かの、パートナー、旦那さんとか奥さんとかと浮気をしたような場合、その人の、幸せを奪うことになります。あるいは、誰かが他の人のために作った食事を自分が食べてしまうとかですね、あと人の夢を盗むということも、あるいは夢を追っているところを妨害するということも、人の幸せを盗んでいるということなんで、このアステーヤの教えに反しています。
あと、じゃあどんな例があるでしょうか。例えば、おしゃべりな人ですね。他の人が話している時に常にこう割り込んで自分の話をするとか、自分ばかり話していて他の人には話す機会を与えないというのも一つの盗みになります。泥棒になります。他の人にその話すチャンスを与えない、自分の意見を言うチャンスを与えていないんで、それも一つの盗みになります。他人の考えを盗むというのもありますね。今いろいろ特許の侵害というのが非常に大きな社会問題になっているようですけども、人のアイデアを無断で使う、そしてそれを自分の利益にするとか、あと人に親切にしてもらったのにお礼を言わない、あるいはそれを認めない、自分は逆にその人に対して親切にしないというのも一つの盗みになります。誰かの親切を盗んでいる、好意を盗んでいるということなんで、それもアステアの教えに反しています。皆さんの方でもいろいろとその盗みということ、他の物品以外の盗みに関していろいろと考えられると思います。私たちはギブ&テイクの世の中に生きています。寛大な心を持った人もいれば、常にヘルプを必要とするような人もいます。で、自分自身も時には、人に助けてもらったり、人を助けてあげたりする必要があります。アステアを習得したいために、いろいろと自分に対して、あるいは他人に対してルールを作りたがる、人がいますが、これは気をつけないといけないポイントの一つです。例えば、近所の人がパーティーで、ヒット曲を歌った時に、あなた著作権の侵害じゃないですかと問いただすのも、問題でしょうし、友達が、昼食会に5分遅れてきたからといって、あなたは私の時間を盗んでますよというのも、いいことではないと思います。あるいは自分が銀行などに行って、銀行のペンを誤って持って帰ってしまった時に、私はなんてことをしたんでしょうという罪悪感に苦しむべきでもないかと思います。世界中の宗教や文化に黄金律という素晴らしい教えがあります。人間というのは、自分が悪いことをした時に正当化しようとします。他人がやったらひどいと批判するようなことでも、自分がやった場合は言い訳をしてそれを正当化しようとします。この黄金律というのは非常にシンプルな教えでありまして、自分がしてもらいたいことは人にもしてあげましょう、自分がされたくないことは人にもすべきじゃありませんというのがこの教えであります。人間関係においてこの教えさえ守れば、他の山に山なども必要なくなるぐらい貴重な教えであります。何が盗みになるのかを追求するのではなく、なぜ盗むのかを追求すべきではないかと思います。そして訓練により自分を変えていく、自分を極めていけば、スートラにも書かれているこの宝石というものを入手できるのではないかと思います。まず人間というのは自分と他人を比較したがります。あの人はこういうバッグを持って、どこどこのブランドものを持っている、私は持っていないから私は悲しい、で盗みたくなる、そういう欲望が出てくるものですから、そういう欲望をなくしていくことが大切だと思います。周りで当然だと思っていることが実は自分の宝物なのであります。幸せをつかむには自分の周りの恩恵に気づく必要があります。毎朝空に昇る眩しい太陽ですとか、散歩している時に肌に当たっていく、気持ちいいそよ風ですとか、表で咲く綺麗な花、いろんな色をした花ですとか、
自分が困っている時に支えてくれる仲間ですとか、毎日食べられる美味しいご飯、これらの小さいものが本当に自分の宝物なのであります。それ以外に何が必要なのでしょうか。それに気づくことがこのスートラでいう、宝石を手に入れる秘訣ではないかと思います。はい、では始めましょう。立ちます。両腕を左右に振るのから始めます。目を閉じながらやりましょう。はい、中心に戻ります。次は腕で円を描きます。片方向に5回、そして終わったら反対方向に5回円を描きます。はい、肩をちょっと動かしましょう。はい、次はマットの中心に立ちます。手を胸の前で組んで上にまず伸びましょう。息を吸いながら上に伸びます。ここで吸う呼吸キープします。かかとを上げたい人は上げてもいいです。目を閉じてもいいです。息を吸って吐きながらまず右に倒れます。息を吸いながら中心に戻ります。吐きながら左に倒れます。息を吸いながら中心に戻ります。吐きながら両腕を下ろします。次は背中の後ろで手を組みます。足は少し開きます。まず後ろに反りますね。息を吸いながら肩を開いて頭を後ろに反らせます。上の方を向きます。息を吸いながら起き上がります。吐きながら前に倒れます。背中の後ろで腕を上げられる人は腕を上げます。難しかったら手を背中の上に置いたままでもいいです。息を吸いながらゆっくりと起き上がります。吐きながら手を離してリラックスします。休憩します。はい、立った肩のストレッチ、両手を肩の上に乗せます。そしてぐるぐると両腕を片方向にまず10回回してから、逆方向にも10回回しましょう。10回ずつぐらい終わったら腕を下ろします。はい、次はバランスのポーズです。壁や椅子などにつかまりたい人はつかまって行ってください。右膝を曲げます。つかまる人は
背中を壁に当ててもいいし、捕まる椅子などに捕まる場合は左手で捕まってください。はい、左手を離して今度は右手で右膝を右の方に動かします。正面を向くか難しくしたい人は左を向きます。はい、ゆっくりと吐く息で中心に戻ります。元のポーズです。吐く息で足を下ろしてリラックスします。はい、反対側をやります。捕まる人は右手で捕まってください。左膝を曲げて両手で掴みます。手を離して左手で左膝を左の方に開きます。正面を向くか右を向きます。右手の位置は好きなところに置いてください。はい、ここで諦めないように吐く息で中心に戻ります。両手で左足をつかみます。はい、そして吐く息で離しましょう。休憩します。足を少し広めに開いてください。そして両手をマットにつけます。吐く息で両手をマットにつけるか、逆の肘をつかんでもいいです。手を膝の上でもいいです。ここでリラックスします。体の柔らかい人は肘をつけてもいいです。はい、ではゆっくりと起き上がります。息を吸いながら背中を丸めて起き上がって、吐きながらリラックスします。休憩します。はい、次は、ビラバドラーサナの変形ポーズ、戦士のポーズで手を上で合わせるバージョンを行います。で、まずマットの前に立つようにしてください。左足を後ろにステップします。右膝は曲げ、左膝は伸ばします。左足は斜め前を向くようにして、お尻はマットの短い方と平行になるようにします。左のお尻を前に押し出して、右のお尻を後ろに引きます。この状態から両腕を上げます。息を吸いながら大きく両腕を上げて上を向きます。ここで今日は手を合わせます。合掌でもいいですし、指を組んでも絡めてもいいです。そして上を向きます。できる人は後ろに反ってみてもいいです。目を閉じてみてもいいです。あるいは右膝をさらに深く曲げてみてもいいです。ここでキープします。呼吸を使ってリラックスしましょう。はい、息を吸いながら手を離して上に伸びます。左足を前にステップします。吐きながら両腕を下ろしてリラックスします。ちょっと休憩しましょう。
はい、次は左足を前にして右足を後ろにステップします。左膝を曲げ、右膝を伸ばして右のお尻を前に押し出します。左のお尻は引きます。この状態から反対側のビラバドラーサナをやりましょう。息を吸いながら両腕を上げます。そして上で手を合わせます。好きなように合わせて上を向きます。また自分のレベルに合わせてポーズを調整してください。呼吸を使ってリラックスします。体が震えてきてもいいです。頑張ってみましょう。はい、では吐きます。息を吸いながら手を離して右足を前にステップし、吐きながら腕を下ろしてリラックスします。ちょっと難しいポーズですね。はい、次のポーズはパルスヴァーコナーサナというポーズです。マットの前にまた立ちましょう。そして左足を後ろにステップします。足は先ほどと同じですね、ウォーリアービラバドラサナと同じ足で、今度は右の腕を右のももの上に置きます。手のひらは上に向けます。この時に手がぐたっとならないように手のひらを、開いてピンと指を伸ばします。この状態から左腕を上げます。息を吸いながら上を向きながら左腕を上の方に伸ばします。ここでストップしてもいいです。もう少し難しくしたい人は吐く息で左腕を、右の方に持っていきます。耳の真上ですね。ただ耳につけないように、できる人はここで左手の小指から左足のかかとまでが一直線になるようにします。お尻を下げられる人はお尻をちょっと下げてみましょう。無理であれば上の方でもいいです。そしてさらに難しくしたい人は目を閉じてみます。ポーズでリラックスしましょう。息を吸いながらゆっくりと起き上がります。両腕を前に横に伸ばして足を前に向けます。吐く息で手を下ろして、そのまま反対側をやりますんで足は開いたままです。じゃあ反対を向いてやりましょうね。今度は左足の方を向きます。左の膝を曲げて右膝を伸ばします。左の、腕を左ももに乗せて、手の指はまたしっかりと開きます。ここからポーズに入ります。息を吸いながら右腕を大きく上げます。ここでストップしてもいいし、吐く息で右腕を頭の向こう側左の方に持っていってもいいです。また難しくしたい人はお尻を下げてもいいです。上を向いて目を閉じてみてもいいです。呼吸でポーズを安定させます。苦しくなったらさらに呼吸を深めます。息を吸いながらゆっくりと起き上がって、腕は横、足は前に向けます。吐きながらポーズを解きましょう。休憩します。はい、次は、座るポーズをやりますんで、マットに座りましょう。はい、首を回すのから始めます。
手は膝の上に置いて頭を後ろに倒し、首を片方向にまず10回回します。そして終わったら反対回りにも10回回します。ゆっくりと自分のペースで行ってください。はい、じゃあ終わったら中心に戻ります。リラックスします。次は両腕を前に伸ばして親指を下に向けます。右手を左手の上に乗せて指を絡ませます。ここから、手を下から上に向けてくぐらせて伸ばします。肘がここで伸ばせる人は伸ばしてもいいですし、無理であれば曲げたままでもいいです。肩のあたり、背中のあたり、そして腕にストレッチを感じていると思います。はい、じゃあ解きますね。息を吸いながら手を上に上げて、吐きながらくぐらせて手を離してリラックスします。両手を振りましょう。手首にちょっと感じてると思います。はい、じゃあ反対の手を上にしてまた行いますんで、また両腕を前に伸ばして親指を下に向けます。今度は左手を上に乗せて指を絡めてから吐く息でぐるっと回します。肘が伸ばせる人はさらに伸ばします。どの辺に感じてるか観察しながら行いましょう。はい、解きます。息を吸って吐きながら回して手を離してまた手首を振ります。はい、では次は横向きに座りましょう。正座のポーズ、バッジラーサナでまず座ります。これがヨガでいうバッジラーサナ、見えますかね、でバッジラーサナでやってもいいです。あるいは、足をかかとをお尻の外側に持ってきた座り方ですね。これはビラーサナという座り方です。英雄のポーズ、どちらでもいいですんで、今日はこのポーズで座ります。もしこれで座れない人がいれば、何かブランケットとか、枕とかクッションですね、お尻の下にクッションを置いてやってもいいです。何でもいいです、本でもいいです。起きながらやります。でここでもう十分感じて、もうこれ以上行きたくない人はここでストップしてください。もう少し行きたい人は後ろに反ります。肘を曲げます。肘がもしかしたら後ろにつく人もいるかもしれません。あるいは背中がベタッとつく人もいるかもしれません。いけるところまででいいですので、気持ちいいストレッチを感じるところでストップしてください。でもし背中がつく人がいれば、腕は上に上げてみたり横に伸ばしてみたり、膝の上に置いたり、好きなところに置いて気持ちいいところでリラックスしてください。ここでしばらくキープします。
はい、ではゆっくりと、肘を使って腕をうまく使いながら起き上がります。そのまま膝で立ちます。地面硬いところにいる人はここでマットを三つ折りにしてその上に膝を立ててもいいです。またはブランケットなどを敷いてもいいです。その状態で膝で立って、次のはラクダのポーズ、ウシトラーサナというポーズです。これも3つバージョンをお見せしますので、自分にとっていいと思うものを選んでください。一番簡単なバージョンは両手を腰に当てて肘を後ろで締めます。そのまま頭を倒してそこでキープします。2番目はもうちょっと肩に感じたい人は背中の後ろで手を組んで後ろに反ります。もう少し難しいバージョンを試したい人は、足の指を立てて、反る時にかかとに手をつけます。この時にお尻が一緒に下がらない、お尻はぐっと前に押し出して頭を後ろに反らせます。できればももが地面と直角になるようにします。では一緒にやりましょう。好きなバージョンを選んでから息を吸って吐きながらゆっくりと後ろに反ります。呼吸が難しくなりますが、できるだけスムーズにします。呼吸に意識を向けながらポーズをキープします。はい、息を吸って起き上がって吐きながらチャイルドポーズ、バラーサナに入ります。膝を開いて足の親指をくっつけて両腕を前に置いてから頭をマットに近づけます。バラーサナでちょっと横に揺れたい人は横に揺れてもいいです。背骨にプレッシャーをかけましたんで、後屈の後は前屈のポーズをやるとそのプレッシャーを解放できるので、後屈の後は前屈をするようにします。はい、じゃあゆっくりと起き上がって、また今度はマットに足を伸ばして座りましょう。はい、この状態からバックラーサナというポーズを行います。バックラっていうのはねじるっていう意味で、サンスクリット語ですとただねじるポーズっていうんですが、バックラーサ V ですね、 V で入るバックラーサナというポーズです。これも何種類かスタイルがあるんですが、今日は簡単なバージョンを紹介します。左膝を曲げて足をマットにステップします。今日はこの足をできるだけ体の近くに寄せます。そして左手を後ろに置きます。右の足は指が真上を指すようにします。この状態から体を左にねじります。まず上に伸びます。背骨を息を吸いながら上に伸ばしてから吐く息で左にねじります。右手で左の膝を引き寄せます。ここでバリエーションもちょっと難しいポーズを試したい人は、右の肘を左膝の外に置いてもいいです。手のひらを上に向けてもいいです。あるいはさらに挑戦したい人は右手で、左の足首を掴んでもいいです。お腹をぎゅっと締めながら、しかも呼吸をしながらこのポーズをしばらくキープします。お腹に非常にいいポーズです。お腹を痩せたい人とか、消化の悪い人、ね、お腹にプレッシャーをかけているんで、中の毒素とかが流されます。お腹に溜まったものも、うまく出ますんで、便秘の人にも非常にいいポーズです。
はい、では息を吸って吐きながら前を向きます。リラックスしましょう。反対側をやりましょう。右膝を曲げて右の足をできるだけ体に近づけます。この足を外側にステップするバージョンもありますが、今日はちょっと簡単な方をやりますんで、右足は左足の右にあるバージョンですね。で、左足の指を上に向けて右手を後ろに置きます。息を吸って上に伸びてから吐く息で右にねじります。左手で右膝を引き寄せてもいいです。あるいは左肘を右膝の外に置いて指を上に向けてもいいです。3番目もっと難しいのは左手で右の足首を持つバージョン、そちらを行ってもいいです。視線は後ろを向くようにします。はい、息を吸って吐きながらポーズを解きましょう。リラックスします。次は逆プランクというポーズを行いますが、手首が痛む人は肩骨でもいいです。私も時々肩骨を使うことがあるんで、手は肩骨かまたは手のひらを背中の後ろに、指を自分の方を向くようにしておきます。そして背中を上げます。お尻を上げます。お尻を上げて頭を後ろに倒します。一緒にやりましょう。頭を後ろに倒してちょっと苦しくなってくると思いますが、ここでキープします。息を深めます。お尻が下がらないように気をつけてください。難しい人は、テーブルにしてもいいです。膝を曲げて足の裏をマットにつけてもいいです。あるいは足をマットに伸ばします。体を板、プランクは板という意味なんで板のポーズですね。体が板のようにまっすぐになるようにします。あと3呼吸ぐらい頑張ってみましょう。はい、では吐く息でお尻を下ろします。膝を抱え込みましょう。お疲れ様でした。ちょっと難しいポーズですね。はい、じゃあ次はマットに仰向けになります。ちょっと疲れたかもしれないんで簡単なポーズをやりますね。はい、右膝を曲げます。左手を右膝の外側に置きます。そして右膝を左の方に下ろして視線は右を向きます。右の手の位置は好きなところに置いてください。はい、ではゆっくりと中心に戻ります。反対側もやりましょう。右手で右の膝をつかんで右足を右の方に下ろします。そして左を向きます。左の腕は好きなところに置きます。はい、吐く息で右膝を中心に戻してから右足を伸ばします。
反対側やります。左膝を曲げます。右手を左膝の外側に置いて左膝を右の方に下ろしていきます。視線は左手の方を向きます。左の腕はどこでもいいです。息を吸って吐きながら中心に戻ります。今度は左膝を左に倒しますので、左手をまず左膝の上に置いてから膝を左に下ろして右を向きます。はい、吐く息で中心に戻ります。一旦両膝を抱え込みましょう。背中をストレッチします。両膝を曲げて足の裏を合わせます。足がつかめる人はここで手で足をつかみます。足首でもいいです。あるいは、すねのあたりでもいいです。ベルトを使いたい人はベルトを足にかけて引っ張ってもいいです。この状態で膝を開きながら両足を体の方に引き寄せます。はい、足を離して今度はできる人は足の外側を掴んでください。これもまたベルトを両足にかけて引っ張ってもいいです。できる人は手で足の外側を掴んで真下に引っ張るようにしてください。すねが地面と直角になるような感じ。足の裏が天井を向いたまま両足を下の方向に引っ張ります。膝は体の横に出ているような、はみ出ているような感じですね。ここでキープします。ハッピーベイビー、アナンダバラーサナ、あるいは、幸せな赤ちゃんですか、喜んでいる赤ちゃんのポーズ。はい、じゃあ吐く息で足を離して横に揺れましょう。手を膝の上に置いてコロコロと右に左にと何回か転がります。はい、では起き上がります。右に倒れて右腕を上に上げて、両手で体を支えながら起き上がります。次は呼吸法です。今日はブラマリという呼吸法を行います。ブランマリというのはサンスクリット語でメスバチという意味で、やっている時に頭の中に蜂が飛んでいるような音がすることから名前を取ったようです。で、昔からこのブランマリというのは、いろんな効果があると言われていまして、ヨガでは貴重な呼吸法とされているんですが、その効果としては、まず免疫力を高めること、そして病気の治りを早くする、あと怪我をした時にその怪我の治りも早くしたり、痛みをコントロールできる、痛みを緩和する効果もあると言われてます。あと、妊婦さんがこの呼吸法をやりますと赤ちゃんが非常に体内で喜んでくれるんで、安産にもつながる、そして赤ちゃんの幸せにもつながるというふうにも言われています。最近一つの雑誌で報告された研究結果を読んでいたんですけども、ハミングをすると、体内に発生するこの酸化窒素が普通の呼吸法の15倍も多いらしいです。
で、酸化窒素は何のために役に立つかというと、まず、まあ、免疫力を高める、体内の血液の循環を良くするんで、病気になりにくい体を作り上げる、あと血管を強化する効果もあるそうです。そしてもう一つ、体内のウイルスや、寄生生物を、殺すという効果もあると書かれていました。で、最近このコロナウイルスの騒ぎが、続いてまして、コロナを治す方法あるいは防ぐ方法はありませんかと時々、生徒さんに聞かれることがあるんですけども、この呼吸法がまさにそのウイルス対策になる一つの呼吸法であります。で、やり方を説明しますと、まずは普通の楽な姿勢で座って手は膝の上に置きます。ビギナーの人は耳を塞いでやります。で、親指、両方の親指で耳を塞いで、手は、あとの4本指は軽く目の上に当てます。で、耳を塞ぎます。なぜ耳を塞ぐかというと、私がこの呼吸法をやっている時に、人間としてみんなこの人の音に合わせようとします。歌っている時でもそうなんですが、誰かが歌い始めるとその音に合わせようとする。で、この呼吸法もビギナーの人が最初やる時は、私が初め、とやったらその音にみんな合わせようとするので、それを防ぐためですね。なので最初は、やったことない人はまず最初耳を塞いで、この呼吸法をやります。で、自分の音がそこで分かったなって、思った時に手を離したい人はそこで手を離して、また膝の上に置いてもいいんですが、ずっと耳を塞いだままでもいいです。それで呼吸を深く吸い込んで、吐く息、自然に出る音ですね。考えずに、はーっとため息つくような、感じで、という音をずっと呼吸が終わるまで唱えます。そしてまた深く吸い込んで、同じ音、これを繰り返します。で、私が、の音には合わせないでください。終わる時になったら3回手を叩きますんで、その呼吸を最後までやってから終わらせてください。途中で切らないようにしてください。では、いいですか？始めます。楽な姿勢で座って目を閉じます。まず 2,3 呼吸休みましょう。深く呼吸をします。はい、じゃあ息を完全に吐き出してください。手を使う人は顔に手をかぶせ、親指で耳を塞ぎます。息を深く吸い込みます。そのまま続けてください。
はい、ゆっくりと目を開けます。非常に落ち着く効果もあることに気がついたと思います。あと不眠症の人ですね、よく夜眠れない人、悩む人、いろんな問題を抱えている人、あとうつ病の人にも非常に効果的な呼吸法です。とにかく体を落ち着かせる、そして精神的にも落ち着く効果がありますんで、家でぜひトライしてください。はい、では最後のリラックスに入ります。マットに仰向けになります。シャバーサナです。いつもの通りシャバーサナは録画しませんので、動画のストップボタンを押してお好きな時間だけシャバーサナでお休みください。そして起きる準備ができたら手の指、足の指などを動かしたり、他にやるストレッチがあればそのストレッチを終わらせてからゆっくりと起き上がってください。最後に一緒にマントラを唱えて終わりにします。いかがでしたでしょうか。またよかったら次回もジョインしてください。では最後にサルベババントを一緒に唱えます。手を胸の前で合わせます。オムサルベババントスキナハサルベサントニラマヤサルベバッドラニパッシャントマカスチッドカバーバベットオムシャンテシャンテシャンティありがとうございました。ナマステ。